で、弟と子供なんで家系図でいうと斜めじゃないですか人身の乱と同じ構図ねだから家系図は横と斜めで争うねって、えー、いうのを確認した上でそうすると将軍形詞争いをしてるってことは、まあ、単純計算でここ5対5になるわけですよで5対5対7はもう,もう弱じゃん将軍の方が弱でしょなので そういう意味で、応仁の乱というところから、このバランスは崩れるわけ、まあ、本当のこと言うと、もうちょっと前から将軍なめられてるやんみたいなことあるんですよ。例えば、六代義典がバタって殺されたときに、誰も助けなかったとかね、あの資料に書いたんですよ、将軍、格のごとき犬死にっていうね、暴言でね、そういうのは書いたってことするんで、まあ、権威っていうのは徐々に徐々に低下するもんなんだけど、これで決定的に、わあ、将軍もうあかんやんみたいになるわけです。で、応仁の乱以降のことを何て言います われわれは、応仁の論以降、室町時代の、えー、後半のことをわれわれ戦国時代というふうに言ってるんですよ。だから、ここから戦国時代だよねっていう話になる。でちなみにちなむんですけど、えー、戦国時代っていうのは戦国時代を表すキーワードで、漢字三文字の言葉ってあるんですけど、分かります 下克上って言いますね。で下克上って何なんていうと下の者のが勝ちます上に。なので、えー、下のものが上の者がの本当は強くて下の者のが弱いまあ、ていうか強いから上にいて、えー、弱いから下にいるんじゃないのっていう話だったんだけどでも本当に実力のある下が上に勝っちゃうような時代だよっていうことなんでこれ実力主義の時代だよっていうふうに言います。で 実力主義の時代だよっていうことはどういうことですかっていうと今までは実力主義じゃなかったんですかってじゃないわけなんでかっていうと将軍は守護大名の協力で全国支配をしてたけど守護大名は将軍の権威によって両国を支配してたわけでしょでそうすると結局守護大名も幕府の役職なんだから大きな意味では幕府っていうものに依存してたわけなんだけどその幕府のトップである将軍がもうなめくさられてるわけですよでそうするとここね 10が5対5になってるってことはこれあかんやんっていうのと同時にこれもあかんくなるんですよ。わかりますつまり俺のバックに将軍がいいんだぞ従えよって言ってて両国支配をしてたのが俺のバックに将軍がいいんだぞだからなんだこの野郎みたいになるわけでしょ。でそうするとあええ,えってなって、えー、そうでもねえ四五代名をやられちゃうわけ。 でそうでもね守護大名がめっちゃ強い下の実力のものにあごめんなさいえっ、ー、と,、えー、とめっちゃ強い実力のある下の者のにとって代わられるから下克上っていうふうに言うわけねだから守護大名っていうのから戦国大名にそのまんまスライドできる人もいるし守護大名弱い守護大名は潰れて例えば守護大名の代わりだった守護大とか。 黒人とか後で全部説明しますけど守護大も国黒人もあと坊さんとか、えー、そういう,、えー、もう昔はどんな出自でもそ関係なくて実力のある人が戦国大名になっていくんですよという話に突入していくわけです。